婚姻費用とか養育費を払いたくない場合は、そう言ってもいいんですよ。こんにちは、離婚110番離婚カウンセラーの渋川修紀です。本日はですね、婚姻費用とか養育費を払う立場の方に向けてのお話をしようと思います。おおよそですね、まあ男性の方が多いとは思うんですけれども、そうとは限りませんので、女性の場合もあると思うんですね。最近では結構そういうケースも多いんですけれども、あくまでもですね、まあ本日はそういった婚姻費用とか養育費を払う立場の方に向けてのこうお話をさせていただければと思います。婚姻費用というのはですね、まあご存知の方もまあ多いと思いますけれども、別居中ですね、まあ離婚する前、別居中の生活費のまあ補助みたいなものであって、収入の高い方の方がですね、低い方の方にですね、お支払いをする、生活費の補助をするみたいな形のまあ意味合いでまあ捉えていただければと思うんですね。その場合ですね、どうしても婚姻費用の方ですね、まあお支払いする側の方として気持ちよくまあ払っていただければまあいいんですけれども、やはりこう、今いろんなことがあって別居に至ってるっていうところがありますから、中にはまあなかなかちょっと気持ちよくお支払いできないという方もまあいらっしゃいますし、またさらに言えば絶対払いたくないんだと。まあいうような方も中にいらっしゃいます。そういったまあいろんなご相談とかもいただいてはおります。法律的なことはですね、どうなるんだっていうことはまあ弁護士さんの方に大体伺ってはいるんですけれども、法律はわかるんだけど、気持ちとして払いたくない。でも、払わなきゃいけないってこう決まってるみたいだし、どうしたらいいんだと。いうようなご相談とかいただくんですね。で、あと、ま、離婚後ってことになると、お子さんがいると、養育費っていう形が、ま、発生するわけですね。まあ、お子さんがいなければ、別居中の婚姻費用だけで、離婚をしたら、ま、婚姻費用なくなりますので、お子さんいらっしゃらなければ、養育費ないんですけれども、お子さんがいらっしゃる場合は、養育費っていうものが発生しますね。この養育費に関しても、気持ちよく支払いいただけるといいんですけど、まあ、婚姻費用と同じように、いろんなことがあってのことですから、まあ、あんまり払いたくないんだと。もしくはもう、本当に払いたくないみたいな方も、ま、いらっしゃってですね、そういう場合のまあいろんなこうまあお話ご相談とかも伺うんですね。その際に例えばご夫婦2人でお話をするという場合、まあ婚姻費用にしてもまあ養育費のお話にしても、これもまあちょっと払わないとか言うと相手がせこいとか本当にひどい人だみたいな感じで目で見られるので、まあどうしてもこうまあ言いづらい。っていうのがまああったりしますけれども、それではまだお二人での話し合いの時は今までこんなことがあっただろうと、まあだからね、生活費なんかはね、払うのおかしいだろうとか払いたくないんだとか、あるいはですね、養育費とかに関しても子供が、ね、そっちの味方ばっかりついてて、で、ちっともこちらの方に来ないし、もう口も聞かないじゃないかと、相手が自分のこう悪口ばっかり言うから、子供がこうね、自分から気持ちが離れちゃったじゃないかと、なのになんで養育費払わなきゃいけないんだ、教育費はどうなんだとかですね、いろんなことがあったりとかしてですね、不満がこう出て、お二人の時は売り言葉に買い言葉もありますけど、だんだんそういうね、まあちょっと話をこうしてったりとか、まあヒートアップする中で、直接もう絶対払ってやるもんか、みたいな話になったりするってことは多いんですけど、これがですね、家庭裁判所の調停とかに行った時に、調停員さんを前にして、どうしても言いづらいし、言えないということで、仕方なく払うような形になってしまう。もしくは、ちょっとね、減らしてくれということさえも言えない、というような、そういう気の弱い方もいらっしゃるわけですね。それでも払うことが決まって、それでまあなんとか払っていって、例えば別居にせよ離婚にせよですね、まあ双方ともに生活に支障がないということであれば問題ないんですけれども、結局こういやいや払って生活に支障が出てくると、で気持ち的にも病んできちゃってっていうことで、結局は途中で払うのやめちゃったりとか逃げちゃったりとか、そういうようなことが割と多くあるわけなんですよね。でもちろんこういったなんですけれども、まあ公務員の方とかですね、会社員の方でその会社からサラリーもらってて辞めるつもりもないというようなことの場合は、どうしてもですね差し押さえとかもありますから完全に逃げるってわけにいかないんですけれども、最近だとやっぱりどうしても皆さん感情が優先されるので、例えですねいい会社さんに勤めてたとしても公務員だったとしてもですね、辞めてまで払いたくないと、まあいうような方もこう出てきてしまっているわけですね。そういう形っていうのは双方ともに不幸せな結果になってしまいかねない。特にお子さんがいる場合はとてもですね悲しい結果になってしまうっていうこともあります。もちろんですね、じゃあそういったこと言いたいこと言えばそれでねスキーするのかと、まあいうようなことで、まあそんな簡単なこう話ではないかもしれないですけれども、調停に行った時に調停員さんに婚姻費用だとか養育費とかに関して減額してくれとか払うの嫌だとかそんなことは言えないでしょうと言ったらすごく不利になっちゃうんじゃないかっていうのをお考えの方がね多いかと思うんですけれども、そんなことは全くありませんから、お二人でですね、まあ罵り合いをまあ直接してっていうのはやっぱりどちらかといえばそちらの方がお勧めできないです。お二人の間に入るためにまあ調停員さんとかもいるのでね、闇雲に払うの嫌なんだとまあいうような話もありですけど、そういう形じゃなくって、やっぱりこう今までの経緯でなぜ払いたくないのかとか、なぜ減額して
ほしいのかとか、今やっぱり生活が苦しいから、まあ算定表でこうなってるっていうのはわかるけれども、どうしてもちょっとそこまでは払えないからこうしてほしいとか、あるいはですね、今までのことがあって、こんなことされて、あんなことされて、なんでさらにこんなね、生活費とか負担しなきゃいけないんだとか、まあさっきのお子さんの件に関してもそうですけども、全くもうね、子供がこちらからですね、気持ちが離れてしまっていると。あんなにまあ途中までね、親子仲良くしてたのに、もう相手方が、まあひどい私の悪口ばっかりを言うからでしょうというようなことをですね、まあこれまあ男性女性どちらかっていうことじゃないんですけども、結局子供さんの方を囲い込むといった言葉が悪いですけども、お子さんのこう世話をですね、まあ一手に引き受けてしまっている方がですね、相手方の悪口をこう言ってしまったりとかっていうケースもやっぱりどうしてもまあこういう家庭問題だとあるんですよね。で、まあそういうことなんかをこうきちんとこうお話になった上で、だからこうね、払いたくないんだとか、あるいは全然払わないとは言わないけれども、もう少し減額してほしいとか、このくらいだったらとか、っていうようなこうお話をしたとしても、それはちゃんとですね、一生懸命自分の気持ちをお話しすれば、調停員さんも聞いてはくれますから、ちゃんと。そこで著しく不利になってね、例えば8万円払わなきゃいけないと、なんか8万円をでもなんとかね、5万円にしてほしいんだと、いうようなこう話をしたからといって、そんなこと言うんだったら10万払えとかね、家庭裁判所がそういうふうにこう言ってくるとか、そんなことはないんです。で、もちろんね、調停員さんを困らせていいということではないですけれども、ただ、後々のことを考えると、後悔のないようには主張はね、していいと思うんですよ。で、もちろん、主張したからといって通るということではないかもしれないです。ただ、私の相談の事例で言うとですね、今までの経験で言わせていただくと、きちんとそういうこうお話をしてですね、それで希望通りの金額になったりとか、もしくはまあ全くご希望通りということじゃなくっても、ある程度こうちょっと減らしていただいたりとか、っていうようなこともありましたから、決して絶対にそういうことがないということではありませんし、まあ一番はやっぱり気持ちの問題っていうのがありますから、後になってからですね、あの時やっぱりちょっともう一言言っとくべきだったなとか、自分の気持ちとしてダメだとしても自分の気持ちで話をしておくべきだったとか、調停の場でなんで萎縮しちゃってあんなに何も話せなかったんだろうということで、その先ですね、別居中あるいは離婚してからずーっと後悔してですね、まあ人生を無駄にしてしまうっていう方もですね、たくさんいらっしゃるので、そういうことのないようにですね、言いたいことは言えばいいじゃないかっていうようなことともまた違うとは思いますけれども、そんなにねタブー視するようなことではありませんから、もし養育費とか婚姻費用についても金額をこうしてほしいとかですね、あるいは払いたくないということであれば、理由とか根拠とかね、ある程度、まあ、あるでしょうから、そういったことをきちんとお話になってみたら、いいかと思うんですよ。というようなことをですね、本日はですね、お話をさせていただきまして、終了させていただきたいと思います。どうも最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。それからですね、私のまあ、カウンセリングなんですけれども、30分5500円から現在やっておりますので、また、まあ、消費税の関係でちょっとどうなるかわかりませんけれども、現在はそういった金額でやっております。説明欄の方からですね、お申し込みもできますので、よろしければどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。